はい、皆さん、こんにちは。ただいまより遺伝カウンセリングを通して伝えたいこと。世界でただ一人、あなただけの遺伝情報と向き合うということ、セッション開始いたします。私、本日司会を務めます、遺伝性乳がん卵巣がん当事者会、NPO 法人クラビスアルクスの松井と申します。私自身は乳がん再発家族経験者として、また数年前からは遺伝性腫瘍の当事者として、キャンサーネットジャパンさんほか、様々な団体とともに支援啓発活動をもうずっと続けてまいりました。最近はがんという領域を超えて、病を持つ人とサポーターをつなぐ活動などもしています。では、早速、聖路加国際病院遺伝診療センター認定遺伝カウンセラー、一般社団法人、キャンサー X 理事、鈴木美里先生よりご講演いただきます。先生の詳しいプロフィールは、ジャパンキャンサーフォーラムのウェブサイトをご覧ください。それでは、鈴木先生、どうぞよろしくお願いいたします。聖路加国際病院遺伝診療センター認定遺伝カウンセラーとして働いています、鈴木美里と申します。今日は早速ですが、皆さんとこの1時間一緒に過ごしていきたいと思っています。私の方から皆さんと一緒に見ていくスライドを共有させていただきます。本日は遺伝カウンセリングを通して伝えたいこと、世界でただ一人、あなただけの遺伝情報と向き合うことというテーマでお話ししていきたいと思います。まずは、ある家族の話からです。これは家系図と言って、私たちが遺伝カウンセリングの時に、それのご家庭の皆さんに家族のがんやその他の病気の治療状況などを聞き取り、図式化していくような図です。丸が女性、三角が男性、四角が男性、三角は性別が不明のような場合に使います。黒丸や灰色で塗ってあるのが、それぞれ何かしらの疾患を発症している場合に染められます。この左側のローマ字数字の2の列の4という数字の型、丸のところです。矢印で P というふうについています。この方が10年以上前に私と一緒にこの遺伝のがんの相談を始めました。この方は45歳で乳がんを経験しています。トリプルネガティブというタイプでした。彼女が乳がんを発症した時、彼女の長女さんは大学受験を迎えた17歳。次女の方は高校受験を迎えていた15歳。一番下のお子さん、長男さんはまだ小学校3年生でした。自分ががんと分かった当時は、その分かったことが家族にはとても衝撃で、子どもたちがどんなふうに私のがんのことを受け止めたのか。夫は家を空けられず、手術の当日は長女が病院に寝泊まりしてサポートしてくれました。私も不安や怖い思いをしましたが、それ以上に子どもたちの気持ちには何のケアもしてあげられなかった。家族にがんが多いからまさかと思ったけれど、もっといろいろと考えておけばよかった。私の母方のおばたちも乳がんです。最近、遺伝子の検査について娘から保険適用になったというニュースを教えてもらいました。娘たちにとっても興味があるのかもしれないのですが、私は10年経ってもまだ自分が経験したがんのことを思い出すだけでとてもしんどい。まして、自分や子どもたちにも影響があるような、がんができやすい体質かどうか調べることについてはまだ気持ちがまとまりません。先々をどう考えたらいいのか。この方ががんを経験した後10年目に遺伝のカウンセリングの場でお話ししてくださったことです。こういったお話にもあるように、遺伝のカウンセリングとはというのは、遺伝子検査をすることが前提ではなく、遺伝子の検査についてどう考えたらいいのかというその人の問いを一緒に考える場です。そして、この方のお嬢さんにも来ていただく機会ができました。お母さんとは別の時間に来ていただいています。次女の方です。母が乳がんだった時のことはなんとなく覚えていますが、祖母や学校の先生たちのサポートもあったので、日常はあまり変わらなかったような記憶です。ただ、誰に何を相談していいかわからなかっただけかもしれません。自分が結婚して子供もできると、
あの時の母がどれだけ辛かったのか、何もできなかった自分たちが申し訳ない気持ちになります。幼い子供がいる中でのがんの治療は相当大変だったと思います。最近は遺伝子の検査についても調べました。いつか誰でも病気になる。がんは遺伝性じゃなくても、2人に1人がなるなら、いつかなるかも。だから自分の情報を知っておいて、治療が必要になった時に、どう対策や周りの支援を受けたらいいか、前もって考えておけたらと思っています。私が母が闘病中に感じたような思いを、子供がしなくてもいいように、そして自分たちの遺伝のことを知ることは強みになるとも思っているんです。母はまた別の思いもあるかもしれないので、しばらくは家族で相談します。こうして遺伝のカウンセリングの場では、がんの治療を経験した方だけではなくて、家族の方が遺伝子の検査についてどう考えているかをお聞きして、またその家族にとってその情報はどういう意味があるのかということを長く長く付き合いながらお話ししていきます。がんと言われた本人とその周りの人は、遺伝情報を知るかどうかを長期にわたり考えていくことになります。私たち認定遺伝カウンセラーは、遺伝医学の専門的な知識を持ち、疾患の成り立ちや原因、次世代への影響についての情報を、その情報を必要とする人の状況に応じた伝え方で提供し、その人の治療の選択や健康の管理の選択を支える専門職です。昨年12月末時点で、日本には約350名、この認定遺伝カウンセラーがおります。大学院を卒業した後、資格試験を受け、この資格を名乗ることができます。私たちは、クライエントがその人らしい選択肢を選べるよう、さまざまな立場の医療スタッフとともに考えていく立場にあります。このクライエントというのは、先ほどのお話にあったように、がんの治療経験のある当事者の方だけではなく、その血縁者、兄弟、親、子、さらにもっと広くいとこさんや、もしくはその方の血縁ではないけれども、その方の生活を共に考えるパートナー、配偶者の方、こういった方々を指します。今、クライアントがどのようなサポートを必要としているか、がんの治療の状況に応じて、家族の関係性、家族のがんの罹患状況に応じて、例えば就学や就業といった状況に応じて、結婚、妊娠、出産などのライフイベントに応じて、私たちはこうしたことを遺伝カウンセリングを通してお話ししています。遺伝カウンセリングでは、何よりもまずこの遺伝情報の特性、遺伝情報を知るということがどういうことかをその方と一緒にお話ししていきます。今日は少しですが、皆さんと遺伝情報の特性というところをお話ししていきたいと思っています。もし興味があれば、遺伝性疾患プラスというホームページをまとめてくださっている方がいて、専門の情報にアクセスできます。まず私たちの遺伝情報はどこにあるのでしょうか。私たちの遺伝情報は細胞の中にあります。私たちの体はすべて細胞でできていますから、体のどこをとっても自分の遺伝情報を知ることができます。今私たちの体の細胞の数は約37兆個。その中に核というボールのような形態のものがあります。この核の中に遺伝情報が保管されています。必要な時に必要な遺伝情報を取り出して、細胞の中や外で使っていきます。皆さんは DNA という言葉を聞いたことありますか？これはデオキシリボ核酸という英語の頭文字を取って呼ばれています。DNA はグアニン、シトシン、チミン、アデニンといった化学物質です。この DNA が2本の鎖のように二重らせんの構造を取り、向かい合ったその部分に塩基、今言ったようなグアニン、アデニン、シトシン、チミンといったものが並んでいます。私たちは簡易的にその頭文字を取って ATGC のように呼んでいます。私たちの体は細胞分裂、新陳代謝を繰り返します。私たちの体の細胞が増えるとき、DNA は次の新しい細胞に受け継がれていきます。ちょうど20年前、2003年にヒトゲノムプロジェクトというプロジェクトが一つの区切りを終えました。
私たちの遺伝情報、ヒトゲノムというものは、約30億の塩基、アデニン、グアミン、シトシン、チミンがずっと並んでいるものになります。ただし、体にとって必要と言われている設計図、遺伝子と言われている場所は、たった2万から2万5000箇所、全体の 5% に過ぎないということも分かっています。今お話しした通り、この膨大な30億というヒトゲノムの中でも、働きが明確になっている部分のことを遺伝子と呼んでいます。人の遺伝子の大きさは、小さな数百塩基という情報量のものから200万を超えるような情報量のものまで大きさは様々です。こうした遺伝子は、私たちの体を作るタンパク質の設計図としての役割があります。ただし、今話したように、遺伝子ではない部分の方が多いということが言われていて、非コード DNA などと言われています。遺伝子は今言ったようにタンパク質を作ります。遺伝子1からはタンパク質の1、遺伝子2からはタンパク質の2。まあ、少し単純化したお話ですが、こうしたように私たちの体を作るタンパク質の何万種類も何万種類も遺伝子が情報として持っていて、それを常に必要な時に必要なタンパク質を作って体を維持しています。この人の遺伝子を決める DNA の並びは実はほとんど一緒です。先ほど出てきた遺伝子ではない部分はゲノムの中でも様々な変化を起こしていると言われています。そしてこの DNA の大きな特徴は自分自身のコピーを作成できることです。私たちの体は受精卵というたった1個の細胞から細胞分裂を繰り返して増えていきます。この受精卵はそれぞれの両親から1セットずつのこのゲノムの情報をもらいます。つまり、その1セットのゲノムの情報の中には1つの、まあ、1種類の遺伝子が含まれてますから、その方にとって必要な遺伝子は両親から必ず1個ずつ、2つ対になって同じような設計図が存在しているということになります。こうした細胞が増える、あるいは新陳代謝などの細胞分裂のとき、もともとあった細胞の中の DNA30 億という膨大な情報は、瞬時にして次の新しい細胞にコピーされていきます。皆さん想像してみてください。30億の情報を一気にコピーをしていきます。その30億のコピーの新しい情報の中には、実は変化が起きます。簡単にコピーミストでも言いましょうか。そうすると、DNA の中には、もともとのコピーの前にあった DNA の情報とは全然違う情報、コピーミスが起こっているということが分かっています。そうなってしまうと、私たちの本来の体の働きができないというようなことも起こるかもしれません。ただ、安心してほしいのは、私たちの体の中には、そもそもがこうした新しいコピーミスが起こっていないか監視する役割の遺伝子や、監視していて DNA のコピーミスが起こっていたときに修復する役割の遺伝子や、修復がちゃんと終わったことを確認する遺伝子や、あるいは修復ができなかったときに、もうこれ以上細胞が増えちゃダメだよというふうに分裂を制御するような遺伝子も備わっています。それぞれ知られているものだけでもたくさん名前があります。皆さんが聞いたことある遺伝子も中にはあるかもしれません。さて、私たちのこうした細胞の中の変化は、徐々にこうした修復のチームが働いていたとしても増えていきます。それは私たちの年齢、いわゆる加齢とともに増えていくということが分かっています。要は、修復の機能や修復のチェックをするようなシステムがあったとしても、修復しきれなかった変化が蓄積していく。それがいわゆる加齢という誰にも避けられないような要素もありますし、放射線やウイルス感染や喫煙習慣、飲酒習慣、運動習慣、食習慣、肥満であるとか、その人を取り巻くさまざまな環境からの影響によって変わっていくこともあります。がんというものが生まれてくる背景には、もともと正常に働いていた私たちの体の細胞、その中の DNA が徐々にコピーミスがたまっていった結果、そのゲノム情報の中に
本来の働きとは違う変化が蓄積した結果起こってくる、それががんという細胞ということがこれは分かっています。さて、少し視点を変えてみます。何か特定の病気が発症しやすい、あるいは家族の中で似たような病気を発症しやすい、そういった方はいるんでしょうか。先ほど出てきた遺伝子の働きのところです。少しその遺伝子の並びを、塩基の並び配列をちょっと分かりやすく、桜咲くよ、明日咲くよ、山に咲くよっていう文章だとしましょう。ある遺伝子を作る元々の文章がこの並びだったときに、例えばコピーミスが起こって変化が起きます。例えば1文字変化してしまうとしましょう。さから咲くよ、あるいはどこかの文字が抜けてしまってその後の文章がずれてしまったとしましょう。桜のらが抜けてずれていきます。さく咲くよ、明日咲くよ、いらない1文字がそこに入ってしまったとします。桜のくとらの間にもっていうのが入ったとします。さくもら咲くよ、しゃしや、こうなってしまったとき、本来作られるタンパク質とは形の違うものができてしまいます。その結果、機能や働きが弱まったり、なくなってしまったり、逆に本来よりも強くなってしまうといったことが起こってきます。こうした遺伝子の変化が起こることで、タンパク質本来の構造や機能が保てない。それが病気の発症やなりやすさの一因となるということが分かっています。私たちが遺伝性疾患というふうにお話しするときは、かなり小さな遺伝子の変化から大きな変化まであったりしますが、それは遺伝性の情報の中に変化が起こっていて引き起こされている病気のことを指します。この遺伝情報に起こる変化というのは、小さな小さな DNA の配列に起こった変化もありますし、あるいは染色体と言われるこの DNA が集まった大きいところが1本多いや少ないと言われるようなことが起こったり、そういった疾患のことを指します。ですので、実は必ずしも親の世代からこの世代へ遺伝する病気というわけではなく、遺伝情報上に変化が起こって症状が出ている病気のことを遺伝性疾患というふうに言います。ですので、その遺伝性の要因が強く出るような疾患もあれば、あるいは環境要因との組み合わせによって最終的に症状として病気が出るようなものもあります。がんというのは、この遺伝の要因と環境の要因とが両方絡まって出てくる多因子遺伝性疾患という病気です。複数の遺伝的ななりやすさという背景と、複数の環境要因が複雑に影響し発症する疾患です。遺伝的な背景がなりやすいということが強く、ある方もいれば、もともと遺伝的になりにくいという体質の方もいます。このオレンジの丸が遺伝的な要因の大きさだとしましょう。同じようなコップの大きさですが、その方その方によって遺伝的な背景の量が違いますね。またそこに入ってくる環境要因、黄色い玉の量も人によって違いますね。ですので、何か病気を発症したということが分かった時のその発症のタイミングというのは、遺伝的な背景に加えてこうした環境の背景がどれぐらいあるかといったところが影響してくるということになります。遺伝性腫瘍、遺伝的にがんができやすい体質というのは、こうした遺伝情報の中にある生まれ持った遺伝子の働きがすでに変化していて、特定の腫瘍や病態が発生しやすい体質ということが分かっています。ただし、遺伝性腫瘍の背景があったからといって、実は必ずしも全ての方ががんを発症しているとは限らないのです。ただ特徴として、若くしてがんを発症していたり、複数回いろいろな臓器に発症していたり、特定の種類のがんが家系内に集積していたり、こうした家族歴やその方のがんの治療中の病理などから、臨床的に遺伝性腫瘍ではないのかなと疑われ、最終的には遺伝子の検査、遺伝学的検査を確定診断のために行って診断がついていきます。今は一部遺伝性腫瘍のことを紹介しますが、例えば
日本ですと200人から500人に1人、こういった遺伝性 HBOC、ヘリディタリーブレスト&オーバリアンキャンサーという背景はあると言われています。関連する遺伝子は BRCA1、BRCA2 という遺伝子です。リーフラーメニシンドロームはだいたい5000人に1人ぐらいこの背景を持っていると言われています。関連している遺伝子は TP53 という遺伝子です。その他にも全てを紹介はしませんが、それぞれカウデン症候群、神経性優秀症1型、遺伝性肥満性胃がん、認知症候群といったような比較的家族の中やその方自身のがん種から疑われて関連遺伝子を遺伝子の検査で調べて遺伝性症候群と分かるようなケースがあります。遺伝子の検査はどうやってやるのかというと、実は血液あるいは唾液などから検査をします。ただ安定的にたくさんの遺伝情報 DNA を取れるのは血液が今は一般的ですので、多くの場合は採血で検査を行います。標準配列と呼ばれる DNA の参考配列があります。その参考配列のデータとその人の血液から引き出してきた遺伝子の情報を照合していきます。照合したときにその標準的な並びと異なる箇所、英語ではバリアントとも言いますが、そういったものがあるかどうか特定していきます。ただし、このバリアント、変化があるということがイコール、がんをすぐに発症するというわけではなく、次にあるような評価をしていく必要があります。変化に意味付けをするということです。中には、遺伝性の、この遺伝子の中にバリアントが見つかった場合、陰性あるいは病的意味なしというふうに判定をされる方もいます。このバリアントの評価陰性という場合に関しては、その人のがんの発症にとってそのバリアントが大きな意味をなさない、医学的やその予防にはあまり影響を与えないというような変化のことを指します。陰性の反対は陽性です。そのバリアントが明らかに先ほどのようなタンパク質の形を変えてしまったり機能を変えてしまったりするようなことが分かっている場合、医療や治療や予防に使っていける情報となります。そして実は陰性とも陽性とも診断のつかない VUS Variant of Uncertain Significance 病的意義不明というような評価になることも数 10% 前後あると言われています。これはバリアントはある、遺伝子上の変化はその人は持っている。だけれども、今世界中のデータ上、これががんの発症にどれぐらい影響を与えるのかわからないということです。実は私たちの体の変化の情報というのは、すべての人種、すべての方の情報が集まってきているわけではありません。特に東アジア人の遺伝子の情報というのは、まだまだ足りないということがわかっていて、私たち一般的に調べている方だけではないですから、その人で初めて見つかる遺伝子の変化というのもあるわけです。それがデータ上に、そのさっき言った標準の配列上にデータとして登録されていなければ、陰性とも陽性とも判断がつかないということは大いにあり得る。こうしたことが遺伝情報の情報特性としてもあります。ですのでまとめますと、遺伝情報はある種普遍性なんです。その人の遺伝子の変化の箇所はあったとすれば一生変わらない。で、ただデータが集まると発症リスクの評価と合わせて変わっていく可能性がある。この場合の変化と言っている箇所は生まれ持った変化の話です。そして共有性。生まれ持って変化がある場合は、それは両親のどちらかからもらっているかもしれない。その人に初めて起こっている変化かもしれない。また両親がもし同じ変化を持っていたとすると、同じ両親から生まれている兄弟は同じような変化を持っているかもしれない。そしてデータが集まってきたことによって、その変化に紐づく発症しやすい臓器の情報が出てきます。そうすると、将来あと何年ぐらいで新しいがんがまた出てくるかもしれない、出てこないのかもしれないけれど、そういった一般的な評価の情報を得ることになります。実は遺伝の情報というのはかもしれないという情報がたくさんあります。これは乳がんの
発症した方、日本人の方に協力をいただいて、7000人ぐらいの方の遺伝情報をもう網羅的に調べられるだけ調べたという桃沢先生という先生の研究結果です。実は先ほど若い世代で遺伝性の腫瘍の背景があると発症しやすいですよっていうお話をしましたが、とはいえやはり発症している年齢が若い世代だけとも限りません。70代の方でも全体に35人ほどは遺伝性の背景があるとこのように分かりましたし、39歳までのいわゆる綾世代と言われている世代の方だと76名に遺伝性の背景が見つかっています。いずれの世代でも一番多い遺伝性腫瘍は HBOC でした。また綾世代の皆さんの中で次に多く見つかってきているのが P10 という遺伝子に変化が起こって生じているカウデン症候群、そしてその次に多かったのが TP53 という遺伝子に変化が起こって生じる B フラーメニ症候群、ここでは LFS と略しています。例えばでは乳がん患者さん、今日本ですと年間9万4000人が新たに乳がんを発症しているという統計データがあります。約9人に1人ぐらい、これだけの数1年間に発症するとしますと、累積のことも含めます。家族に乳がんがいる人は約 20% ぐらいいるということが分かってきました。ただし今出てきた遺伝性腫瘍の中でも一番多かった HBOC はその中でも約4700人、5% に過ぎません。なので家族に乳がんがいるということがイコール遺伝性乳がん卵巣がん症候群というわけではなく、実はそうではない環境的な要因が影響しているのかもしれない乳がんの方もたくさんいるということがこのデータでも分かってきました。世界でただ一人あなただけの遺伝情報と向き合うということを考えていきます。今まで話してきたような遺伝情報を知ることという、お話を遺伝のカウンセリングの導入の部分ではします。さらにあなたがこの情報を自分の情報として知ったとき、その先に待っているのは長期にわたる積極的な検診、これをサーベイランスと呼びますが、その始まりであるということです。このサーベイランス、皆さんが常々受けてらっしゃる、もしくは会社から提供されるような対策型の検診とは受診の頻度や検査の内容がガラリと異なります。ですので遺伝の情報を知るつもりはない、だけどがんの濃くなるかどうかは心配、今まで通りの検診でいいのだろうかという問いがあったときには、実はその検診の方法では遺伝性の背景があったときには不十分なこともあるということが分かっています。遺伝性の腫瘍だと分かったとき、この積極的な検診サーベイランスはどういうことがありますか。実はサーベイランス、今 HBOC という遺伝性腫瘍に関しては保険適用でできるようになりました。ただそれ以外の遺伝性腫瘍の症候群に関しては自費で検診が必要になってきます。例えば保険点数というのは1点あたり10円に換算します。皆さんは窓口で3割負担で保険診療を受けられますから、例えばマンモグラフィー検査を6320円がずっと全てまるっとかかるとすると、3割負担は 0.3 かけますから、だいたい3000円前後ぐらいでできるのかな。でももし自費で全部やるとなると、と考えたときに年間どのぐらいの検診費用がかかるのか、また先ほど出てきたリーフラーメニ症候群 LFS という遺伝性腫瘍症候群はお胸だけではなくて大腸や胃や肺、あるいは幼少期の骨肉腫といった全身にさまざまながんが出てきやすいという体質が分かります。となると本当にさまざまな検診方法を年に数回行っていくといったことが検診としてはサーベイランスとしては必要になってきます。基本的に健康保険の傷病名、いわゆる保険診療というのは傷病名に対して適用されます。日本の中では遺伝性乳がん卵巣がん症候群 HBOC の方は今出てきたような乳房のマンモグラフィー、MRI、エコーの検診など保険でできます。ただ、その他の遺伝性腫瘍は現在保険収載されていません。結果、自己負担で年間8万円以上の検診、サーベイランスを続けられるかどうか、また、
保険になったとしても3割負担で年間3万円以上になる場合があります。それを何年も何年もあるいは何十年も続けていく、これが HBOC ないし遺伝性腫瘍症候群と分かったときにその方にとって出てくる経済的な負担です。また社会的心理的課題もあります。サーベイランスのために頻回に通院する、そのことでの時間的な拘束が出てきます。また学校や職場の理解を得ることが難しい、自分の遺伝性の背景を伝えたくはないけど検診には行かなければいけない、そういったジレンマが発生することもあります。また何よりも遺伝性の背景が分かって、またサーベイランスで新しいがんが見つかったらどうしようという不安な気持ちを抱えながら過ごすこと、こうした経済的、社会的、心理的なさまざまな課題を持ちながらも、それでも自分の次のがんに対する対策をどう考えていったらいいか、それを継続していくために、私たち遺伝カウンセラーは相談窓口としての役割を担っています。また、検診全体の総合的なコーディネート、メールや電話で困ったことがあれば、すぐに連絡を取り、調整をしたり、ご相談に乗ったりする、そうした役割を担っています。また、聖路加国際病院では、現在、遺伝性腫瘍と分かった皆さんが、少しでも通院しやすい環境をということで、外来を開設しました。通常、病院は平日、外来を行っていますが、この遺伝性腫瘍外来は土曜日に開設しました。特に今、一番多い HBOC の皆さんに使い勝手がいいよう、乳腺外科と婦人科の先生の診療を同日で行うようにしました。またそれぞれのライフコースに沿った支援を考える必要があります。例えば子供を持ち出産の機会に退職した方、夫の扶養に入るので検診の費用どうしたらいいか相談したいです、夫にも話を聞いてほしいです、あるいはバリバリ仕事をしてずっとキャリアを積んでいきたいんです、だから仕事を休めないんです、そういった方の要望にどう私たちはサーベランスを提供していけるかどうか、まあ、女性だけではありませんが、それぞれのライフコースに沿って継続して通院できる環境は関係性を築きながら私たちはサーベランスをしていっていきます。またもう一つ、遺伝情報を知ることで選べる選択肢は、がんが発症しやすいがん後発臓器の予防的な切除術を選択するかどうか、がんが発症する前から対策として予防的な対策としてしやすい臓器を切除する、日本ではがんの治療歴のある方の HBOC の場合のお胸、また卵管卵巣が保険適用になっています。また海外ではリンチ症候群という子宮体がんなどができやすいがん種に対して子宮を予防的に取るといったことが行われています。また先ほどから出てきているリーフラーメニ症候群に関しても、日本では実施に際して保険適用外ですが、お胸のがんの発症を避けるために乳房を予防的に取るといった選択肢が海外では提案されています。その方にとってサーベイランスを続けていくのか、あるいはこうした予防的な切除をすることでがんが発症するかもしれないという気持ち不安をより下げていくのか、どういう選択肢を取るのか自分にとっていいのか、これがその人にとって遺伝情報と向き合うこと向き合うときに出てくるお話です。ただ先々お話ししましたが、遺伝子の変化は実は誰にでも起こっていますし、たまたまそれを調べる遺伝子検査をしていないだけかもしれません。そして家族にがんの罹患者がいることがイコール遺伝性の背景があるということではないこと、ご自身のがんの治療の経験や家族の背景を知っておくことによって、医療者や遺伝の専門の場所につながっていき、遺伝性腫瘍の可能性を考えたり相談したり、遺伝カウンセリングや遺伝の検査について考えるきっかけになります。そして遺伝情報を知るかどうかは、知ったその先のサーベイランスを続けることや、がんのリスクを下げる手術選択を考えることそのものでもあります。私は常に、怖いという皆さんの気持ちを共に考える立場でありたいと思っています。どうして病気になったのか、なんでこうなるのか、これからどうなるのか、疾患の原因が問うなぜという思いに対して、こうしたゲノムや遺伝子、染色体と疾患の関係などが解析できるようになってきました。生き物の遺伝情報が解明されて病気の原因が分かることを
私はサポートできます。そしてもし原因が分かったときに治療方法や予防的な方法を新しく開発していく、そういう立場でもあります。そしてその遺伝情報を必要としている人がその知識や情報を得て、そしてなぜの答えを見つける手がかり、手助けになり、また次の選択肢、サーベランスや予防的な治療をどうするのか考える手助けをしていきたいなと思っています。私たち認定遺伝カウンセラーはこうした遺伝情報、ゲノムと皆さんの心の間にいる立場です。クライアントの皆さんと一緒にその人らしい選択肢が選べるよう、さまざまな医療者、立場の人たちと連携して考えていきたいなと思っています。ご清聴ありがとうございました。鈴木先生、ありがとうございました。私自身遺伝性腫瘍 の当事者なんですけれども、改めて遺伝の知識、そして遺伝子変異が分かった場合 その発症率とか、あとサーベイランスとかリスク低減手術といった対応の仕方っていうのがとても理解が深まりました。当事者というのはつどつどすごく悩みというのを抱えるんですけれども、その時に遺伝カウンセラーさんのその力強いサポートっていうのは本当に私たちにとって励みというか力になるなというふうに感じます。だとやっぱり遺伝性っていうことが分かった場合、生涯にわたってこう向き合うということになるので、その何でしょう、ライフイベントごとの節目の気がかりっていうのを、上手に長期にわたって払拭していくってことも大切だなというふうに感じました。ありがとうございます。では続きまして Q&A セッションに移ります。事前にお寄せいただいたご質問の中から3つ取り上げてまいります。なおですね、 Zoom でのご参加の方はご質問随時 Q&A から受け付けております。これ匿名でも構いません。画面にはその内容共有されませんので、どうぞ安心してお寄せください。ではまず1つ目の質問です。親戚家族歴を考えると遺伝性腫瘍ではないかと不安です。カウンセリングを受けられますかということなんですが、先生そのあたりいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。これはまさに私たちのところにも一番多くご質問というかお電話でご相談いただく内容です。遺伝のカウンセリングは実は検査を受けることが前提ではないので、本当にこういった遺伝性腫瘍じゃないかなっていうご不安なお気持ちがある方はどなたでも来ていただいて大丈夫です。ありがとうございます。なので、はい、どうぞ。皆さんがこう、ね、お近くのところ聖路加だけではなくて、今必ず全国どの県にもありますから、遺伝性腫瘍、遺伝相談、遺伝カウンセリング県っていうふうに入れていただいた最寄りのところにお問い合わせいただくといいかなと思います。なるほど。じゃあ、すでにがんが発症している場合は通院している病院になると思うんですけれども、はい、そこに遺伝診療部というのがない場合は、その検索をして、じゃあここに聞いてみようということでお問い合わせをするということですよね、はい、その時に、ね、紹介状とかそういったものは必要ないんでしょうか。もし主治医であるとか今ご通院のところで紹介状を書いてもらえそうであれば、治療中の方はぜひそういった情報を私たち踏まえてお話しすることもできます。あるいは今の主治医にはちょっと話したくないんだけどっていうお気持ちの方がいらっしゃる場合には、紹介状がなくても受診できますかっていうふうにお問い合わせいただければ構いません。どうですか、わかりました。治療を、はい、してない方、例えばがんは自分は発症してないという方も遺伝のカウンセリングは来ていただけますので、それこそ家族の情報とかがちょっと不あやふやなんですって言ってくる方もいらっしゃったりします。なるほど、結構窓口が広いんですね。はい、ありがとうございます。ではですね、続いて2つ目の質問です。今の内容と結構絡んでくることなんですけれども、相談する際に血縁者の病歴っていうのは、これどこまで調べておく必要があるんでしょうか。そのあたりどうですか。ありがとうございます。
必要、まあ、本当に最低限で言うと、まあ、両親の兄弟なのでおじおばぐらいまではあると、まあ、少し私たちも評価をするときに役立つかなと思っています。ただ意外とおじさんおばさんってもう分かんないなっていう方も多いので、実は家族歴の情報がそこまでなくても漠然としたなんとなくの情報で不安でって来ていただいても大丈夫です。でもしお調べいただく場合には、何のがんもしくは何の病気か、また発症したのがいつぐらいなのか、今はご存命なのかどうかといったことも、もし分かったら聞いてもらえたらと思いますし、意外と家族で何度も何度もこう聞いていくと、あの時の情報実は違ったんですっていうことも結構あるので、一回の情報が全て正確であるっていう必要はないですっていうふうにお話しています。なるほど、結構フレキシブルに、まあ、最初はシンプルな情報なんですけれども、はい、話していくうちに、うん、あ、こういうことあったよねっていうことで途中で分かるなんてこともそうなんです。なるほど、そうなんです。あ、すごくそれはうん、どうしよう、ハードルが高いななんて方にとっては、そうですよね、いいかなと思います、うんうんうん、はい、じゃあですね、サクサクいきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ事前質問最後ですね、うん、遺伝性腫瘍と分かりました、うん、どのタイミングで家族や子どもに伝えればいいのでしょうか、まあ、特にこれ、うん、お子様への対応っていうのが、うん、まあ、とても悩ましいと思うんですが、うん、そのあたりいかがでしょうか。はい、まあ、年代によって、あるいはその方自身がどれぐらいこう遺伝の情報に対して馴染み深いかという大人の方もですよ、によっても、やはりこの話を突然聞いた時のこうレスポンスっていうのを、まあ、想像しないといけないと思うんですね。で、お子さんに関しては、今、例えばご両親が、まあ、両親が何らかのがんの闘病中であった場合を今、想定してお話しますが、そもそもその方のお父さん、お母さんのがんの治療の状況を、どんなふうにまずお話ししているのか、もうこれが一番大前提スタートになります。そこを飛び越えていきなり遺伝の話というのもなかなかこう理解に結びつかないというところもありますから、まあ、そこを少しご両親と話しながら、どんなふうにお子さんと病気のこと自体は話してますかとか、言ったときどんな反応しましたかなんていうのを伺っていきます。で、遺伝性腫瘍の場合、いくつか特徴的ながんで小児期からがんを発症してくることがあるものに関しては、どんな年代のお子さんでもなるべく早くお話ししましょう。で、その子の年齢に分かりやすい話を小児科の先生や小児の心理師と考えながらお話ししましょうとします。ただ日本の中で今一番多い HBOC に関しては、だいたい発症しやすい年齢が20歳後半、30歳になってきたあたりからということがもうすでに分かっているので、早くても10代後半ぐらいから遺伝性の話をする土台を作っていけたらいいかなっていうふうにお母さんたち、お父さんたちともお話ししています。なので、遺伝性腫瘍のタイプによって、まあ、いつ頃から早くこのサーベイランスを始めたらいいかというまあ指標に応じて、まあ、20代なのか幼少期なのかというのをお話ししつつ考えているところです。ありがとうございました。ですね、Q&A からもちょっとご質問が来ているんですが、どうしましょう、実はもうお時間が出てきてしまったんですね。はい、すいません、私の進行の不手際でついついいろいろまだまだちょっと、はい、まだまだお話をお伺いしたいところなんですけれども、大変申し訳ございません。今 Q&A のところで2問ご質問してるんですが、ちょっとここで終了したいと思います。申し訳ございません。じゃあですね、最後に鈴木先生、ご視聴の皆様にメッセージお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。お答えできなかった質問も含めて、この遺伝性の情報、遺伝の情報を知って我々はどう考えていったらいいのかということは、社会的にもかなりダイナミックに今転換期を迎えています。日本の中でも法律ができ始めるなど、遺伝情報を知ろうと思う皆さんやその血縁者の方を守るような社会情勢になりつつあります。だからこそ、知るかどうかということを皆さんが落ち着いて時間を取って考えていいという状況になりつつあります。
遺伝情報を知って、その先自分にとってどういうことを選んでいきたいのか、私は一緒に考える立場でずっと過ごしていきたいなと思っています。皆さんの周りにそういったカウンセラーさんが、もしくは遺伝の相談窓口があるといいなと思います。以上です。はい、ありがとうございました。私たち当事者もですね、自分自身でも検査をじゃ受けるか否かとか、遺伝情報ってどういうものなのかっていうのを知ること、知らないでいることの、まあ、メリットとかデメリットとか、そういったことを踏まえた上で、より良いこう意思決定というものをするためにも、まあ、主治医と先生のような遺伝カウンセラーさん、そしてご家族ともしっかりコミュニケーションを図って、あと何よりも、じゃあ自分はどうしたいのかとか、どうありたいのかっていう、まあ、価値観とか気持ちっていうことも改めて向き合っていくっていうのが大切なんではないでしょうか。はい、ちょっとお時間迫ってまいりまして申し訳ございません。今日のお話が皆様の次への力になれば幸いです。それでは以上をもちまして、遺伝カウンセリングを通して伝えたいこと、世界でただ一人あなただけの遺伝情報と向き合うということ、セッション終了いたします。